あら、ぐちゃぐちゃにしちゃったの。ちゃんと引いてあげたのに。ちょっと待って。村井君、毎日勉強だよ。俺も毎日反省、毎日勉強。レイ君、毎日そこに匂い嗅いだけど変わんないと思うよ。毎日ミライ君毎日そこに匂い嗅いでるけど変わんないと思う。ああ、ヒゲダンスだ。出た、よかったね、よかったね、よかったね、みなちゃん、お疲れです。え、いやでも寂しくないからいいじゃん。いつも人がいるから。お宅の犬はほらみんなのとこにいるから。でしょ、寂しいのが一番辛いと思うんですよ。こう縛られててずっとあそこで一人でいるのがあれかわいそうで。やっぱり犬は人で聞くから。うん、そうなんだよね。だから幸せだよ、若ちゃんに飼われて。飼いがってもあれ、いなくなっちゃった。あ、いた。乳首取れそうだからもうぶら下がっちってて。俺うんこかと思ったんですよあれ最初。それ乳首なんですよ。未来くん、未来くん、未来くん。未来くん、なんだか帰っちゃったの。後ろ姿面白いがんだね。おとなしくてちっちゃい犬にも負けちゃがんね。散歩しててちっちゃい犬ガーって来たけど逃げちゃうからかわいがんな。いびきなくて、おいおいで、おいだ。あー嫌いだやっぱり。あ、大きいの、大きい声嫌い。前相当叩かれてたんだと思うの。すぐこんなになっちゃうの、はい、なっちゃうの、なっちゃうの。これ臆病なの。おい、幸せそうですよね。人好きなんですよ。でもやっぱり尻尾はまた怖がってますね。尻尾はいくらか。毎日拭いてんの。毎日拭いてる俺。犬毎日タオルで拭いてる。うん、
ブラシもかけてるし。お水。ここ見ろ。大きめだから可愛いのこれ。どれ来たっけ喜ぶのよな。ういうい、ほらほら、え、歌はできない。伏せと待てはできる、わかる。絶対舐めねえもんな。舐めたりこうやって飛びかかったりもしないし、吠えたりもしないし、よっぽど叩かれたんだろうね。それやると怖がるもんで、こう捕まえるともうしゃがみ込んちゃうの、こうやって。おとなしいな、おとなしい。おいおい、行こう、散歩行くの、散歩行きたいの。いいよ、いいよ、よしよし、おいよ、おいよ、おいよ。未来くんの散歩です。自由散歩ね。ドッグラン、ワンダフルワールドッグラン。セミがここはいつも鳴いててね、セミの殻を、あのセミの殻を取りに来たり、セミの幼虫をはたまた取りに来たりしました。子供の頃は分かんなくてね、セミの幼虫を取っちゃうのがどれだけ悪いことか。7年間も土の中にいてやっと登ってくるのに。ちょっと穴が開くんですよね、そこちょっちょってやると中にセミの幼虫がね、もう出てこようとしてるのが夏近くなるといたり、あとは半苗、庭にいる半苗、ニラをね切って、ニラの葉っぱをね中に入れると半苗が釣れたりしましたよね。そういう遊びやってましたね、子供の頃は。自然とともに。未来そっち行かないよ、こいで未来。おいでおいでおいで未来。逃亡です。あそこで待ってます。来るの行きたいんだな。でも戻ってくるんだな、利口だから。ごめんね、あっち行きたいんだよね。いや行こう、よし、ありかありかありか。未来くん、おいで、おいで、おいで。
おいで、見れ。お利口だな、未来は。我慢しちゃうんだもんね、あっち行きたいのね。下行こうか、下。今日は下行こうよ。坂降りてこ、坂。坂降りてこ、今日は。夕日を見に行くぜ。でね、そして、じゃあ今日は下行ってみます。こんな感じで、またアディオス。